札幌市中央区大通り2丁目に完成した北北札幌ビルです。札幌市中央区にできたこちらの新しいビル、北海道銀行と北陸銀行が建設していて、1階には休憩スペースやカフェなど市民が利用できるスペースもあります。1階のスペースには椅子が置かれ、市民の利用も可能です。サンドイッチやスイーツが人気の米田コーヒー店も今後入る予定です。上層階にはオフィスが入り、地下街直結の地下2階にはコンビニエンスストアや ATM コーナーも設けられます。人が集まる拠点として市街地の活性化を目指すということです。北海道の方でですね、数多くの建設工事が集中する中、予定通りにこのビルを本当に作り上げていただいたことに心よりお礼を申し上げたいと思います。再開発が進む札幌市中心部、去年たぬき工事には複合ビルのもゆく札幌が完成し、ペンギンが泳ぐ都市型水族館も人気スポットとなっています。さらに繁華街すすきのにココのすすきのもオープン。札幌市内では今後も老朽化した建物の更新が急ピッチで進められる見通しです。その中、建て替えか改修か注目されているのが札幌市役所の本庁舎です。完成したのは札幌オリンピックの前の年、1971年。当時は市内有数の高層ビルでした。しかし完成から半世紀以上が経ち、老朽化や耐震性の問題が浮上しています。さらに札幌市は市内5カ所の賃貸ビルにオフィスを構えていて、年間およそ5億5000万円もの費用がかかっています。老朽化が進む札幌市役所、その建て替えの候補地として一丁を挟んだこちらの空き地が検討されています。建て替え場所として浮上するのが中央区大通り西1丁目の NHK 跡地です。建て替えか改修か、秋元市長は来年度予算に1200万円を計上し調査を進める方針です。建設ということになります。多額のコストも時間もかかりますので、改修という手法でいけばどういうスケジュールでどのぐらいかかるのか、例えば建て替えということになればどういう工期、それスケジュールですね、それからどういうコストがかかるのか、これを比較検討した上で最終的に決めていきたいというふうに思っています。多額の費用に市民の思いはというと、働く人が減って税金を納める人が減っていくんですよ。でそういう中でね、この何百億もかけてね、建て替える必要があるかどうかなと。古いからね、札幌市役所もね、しょうがないってやしょうがないですよね、それはね。建設ラッシュが続く札幌の中心部、再開発が本格化しています。